いです。じゃあ、ちょっとあっちにあるブルーシートを切って入れていきますと、やっぱりすごい、なんだろう、地面が水を含んでる。で、ちょっとこれブルーシートでも敷かないよりかははるかに回したなっていうくらい砂がね、水を含んでる。うん、靴で踏むとね、水がビチャって上がってくるから。全部かぶらないっていうミスをしましたね。正直どうしようかなって思うんですよ。いや、そのどうするかと思うのは断熱材のことで、正直今の段階ではこれ冬場住まない家なんですよ、ここだから。まあいいかなって感じです。で、使わなくなった電気カーペットがあるから、その電気カーペットをこの荒どこだっけな、荒床の上に敷いて、それで防水気密シートの代わりにでもしようかなって、そんな感じでいいです、ここは。うん、そんな感じにするので、もう板を閉じちゃいます。ツートンカラーになってるけど、ちょっとこれは急ぐので、でまた床のメンテナンス考えて、どうせ多分かぶる可能性があるんで、
まあ、一応ね、いびつだけどね、予定ではここまで剥がす予定だったけど、ここまで剥がさなくてもいいっていうことに気づいたからね。まあ、一応下には1畳分の床下カラッと敷きました。でも結構ここはいらなかったかもしれない、結構乾いてたんで、砂以外。はい、で必ずね、裏返すとこれ1本材が余っちゃった、2本材余っちゃった。なのでまあどうにかします。まあここは通路部分と部屋って言っても、まあ俺の部屋になる予定なので、で俺の部屋になるって言っても、まあ大体あそこも部屋で、ここも部屋で、この柱と柱の間がこう廊下になる、廊下になり、この字回廊ですね。でまあここね、出しちゃったからね、だからまあ VVA ケーブルむき出しにしちゃったけど、そうだね、なのでまあここは物置にしちゃえばいいかなって感じです。まあまだ晩年長板とかもあるし、うん、それでやっていこうかなって感じです。まあ大体この間が廊下になって、まあ大体この畳半畳分ぐらいかなを廊下にしようか、それとも、うん、まあ、ここにし、ちょっとここら辺の間取りが難しいです。ここの部屋の出入り口をここにつけようかと思いきや、まあ大体この床の、ま、窓に面したところにつけてもいいのかなっていうことを今ようやく今思いついたんで、まあいろいろ考えながら午後もあっちを塞いでいって、もうちょい作業がしやすいようにやっていきます。塞いで今日は終わりです。まあ結構ひどいけどね、でも何がひどいかって言ったらね、値段の感覚が一定じゃないことだよね。だからできるだけね、新しいスタイルフォーム使いたくなかったんだけど、特にねこういうところとかね、なかなかの不意打ちだわ。うん、まあ結構このスタイルフォームひどいよねまあひどいっちゃひどいけど、まあ、この上に、床張っ
まあこの粗とこの板貼って、まあ捨て張りだよね。まあそこ廃材の捨て張りしかしないけどね。うん。でやっぱり何度も言うけど冬は住むつもりがないんでここにはね。だからそんなあのバチッとやるということはないです。なのでまあこんな感じで。大体本格的な冬が来る前10月11月くらいでちょっとお寒いかなと思うくらいでたあのここの外ごもりプレイスは今年に関しては閉めるからまあこれでいいと思います。まあ今後もそんなスタンスで僕はやっていくので、まあこれで十分と思います。でもしこれで寒ければあ床剥がして剥がして、まあ、一番上をなんだっけな木目調のあの床かな、なんかこう畳んであってコロコロってやるやつがあるんだけど、まああのカーペットっていうかなんだっけクッション材かな、木目調のクッション材とかでまあそれなりに温かみっていうか直に木に足がつかないようにとかね、あとはジョイントマットとか敷いて、まあ、保温性を保っていこうと思います。でもし冬場オープンするぞっていうふうになればその木目調のマットとかジョイントマット剥がして、防腐剤と防湿剤もう一回巻いて、1センチの発泡スチロールをあのここに発泡スチロールをホームセンターのやつ巻きます、敷き詰めます、まあ、それで十分、うん。でまあ、冬場だったらそんなに湿度はたまんないと思うんで、あたまるか春先がたまるのかな、多分雪解けの雪の水が通風口から入ってきちゃうから多分冬場になったら多分下は塞がないとダメかもしんないね。まあもしあれ腐って落ちるようだったらその時にもう一回やればいいんで、まあさすがに今あの根田とかの材は多少シロアリ食ってても変えてないです。まあ金がない、外ごもりプレス開業までの金がない、時間がないのと、まあ、俺の技量がないからどうしても時間かかるのと、まあ、それなりでオープンしていかないとちょっとこっちも俺もきついので、まあ、こんな感じのスタンスで、まあ、今残ってる材はいけるところまでいくって感じです。でいけるところまで行ってダメになったらもう一回やり直しの効くような手直しをするためにね、あのビスの本数1本とかにしてます。まあ、手直しを前提で今リフォームしてるんで、まあ、その時が来たらもう一回ああしゃあないなーでやればいいかなと思います。まあ大体今日はこれで終わりです。はーい、今日は、まあ、作業の後ですね。で、ブラック&デッカーのバッテリーが切れたんで、ちょっとここで終わりです。いやあとまあビス、まあ2、3本抜くけど、まあ最初と最後と真ん中ら辺止まってるからまあ一緒。いう感じですね。であとはどうしようかな。はい、まあ、まあ下からまあこれですね、捨て張りもらった捨て張りのやつをまあ1センチの同じ大きさのやつが、あ大きさじゃねえ、厚さのやつあるんでそれ増し張りで打っていきます。んーまあまあまあなんとかなるだろうしなんとかします。はい、ってな感じですね。今日は終わりです。